ルビジウム、ルビジウムは原子番号37の元素記号 RB で表される元素である。アルカリ金属元素の一つで柔らかい銀白色の典型元素であり、原子量は85.4678。ルビジウム単体は、例えば空気中で急速に酸化されるなど、非常に反応性が高く、他のアルカリ金属に似た特性を有している。ルビジウムの安定同位体は、 RB ただ一つのみである。自然界に存在するルビジウムのおよそ28%を占める同位体の RB は放射能を有しており、半減期はおよそ490億年である。この半減期の長さは推定された宇宙の年齢の3倍以上の長さである。1861年にドイツの科学者ロベルト・ブンゼント・ブスタフ・キルヒホフが新しく 開発されたフレーム分光法によってルビジウムを発見した。ルビジウムの化合物は化学及び電子の分野で利用されている。金属ルビジウムは容易に気化し利用しやすいスペクトルの吸収域を有しているため原子のレーザー操作のための標的としてしばしば用いられる。ルビジウムの生態に対する必要性は知られていない。しかしルビジウムイオンはセシウムのように カリウムイオンと類似した方法で植物や生きた動物の細胞によって活発に取り込まれる。銀白色の極めて柔らかい金属で、非放射性、アルカリ金属元素の中で2番目に電気陰性度が小さい。比重は1.53、融点は39.3、常温、常圧で安定な結晶構造は耐震立方構造 BCC。 化合物中の原子化はプラス1で、ルビジウムの気体、フッテンの700は青色である。他のアルカリ金属類と類似した性質を有し、ナトリウム、カリウムより反応性は強く、空気中で酸化され化酸化物棒を及び超酸化物棒を生成する。ハロゲン元素と激しく反応し、水とは反応によって水素が発生し、さらに発生した水素を添加するのに、 十分な量の反応熱が生じるため爆発的に反応する。ルビジウムは他のアルカリ金属類と同様に空気中で自然発火する。そのため日本では消防法により自然発火性物質として危険物指定されている物質である。水銀には発熱的に溶解してアマルガムを形成し金、カルシウム、ナトリウム、カリウム、 セシウムとは合金を作る。ルビジウムのイオン化エネルギーは非常に低く、わずか406キロジュールマイモルである。炎色反応ではカリウムに似た暗赤色を示す。ルビジウムは地殻中に23番目に多く存在する元素である。地殻中の元素の存在度も参照。おおよそ亜と同程度に豊富であり、幾分か同よりも普遍的である。 自然での産出は、ポルサイト、カーナライト、チンワルドウンモなどの鉱石に、酸化物として、最大で1%ほど含有されている。リチアキララは0.3%から3.5%のルビジウムを含み、商用ベースのルビジウム源として利用されている。いくつかのカリウム鉱石や塩化カリウムも、商業的に重要な量のルビジウムを含んでいる。海水中には、 平均して 1L あたり125マイクログラムのルビジウムが含まれている。同族の他の元素と比較すると、1L あたり 408mg 含まれるカリウムより大幅に少なく、1L あたり0.3マイクログラム含まれるセシウムよりは大幅に多い量である。ルビジウムはそれなりに大きな四半径を有しているため、不適合元素の一つである。マグマの結晶分化の間、 ルビジウムはルビジウムより重く類似した性質を持つセシウムと共に液層に越され最後に結晶化する。したがってルビジウム及びセシウムはこれらの濃縮過程によって形成されるペグマタイト鉱物に堆積する。ルビジウムはマグマの結晶化においてカリウムと置換するためセシウムの場合ほど効果的には濃縮されない。ポルサイトのようにセシウム鉱渉とするに 十分な量のセシウムを含むペグマタイトコーやリチウム鉱石であるリチアキララは複製物としてのルビジウム源でもある。二つのルビジウムの重要な産出源はカナダのマニトバ州にあるバーニック湖の豊富なポルサイト鉱賞及びイタリアのエールバ島で産出されるルビジウムを17.5%含んだ RBK アルチオである。これらはセシウムの産出源でもある。 ルビジウムは、近く中において、セシウムより豊富に存在するが、用途が限られていることやルビジウムを豊富に含む、鉱石の不足から、ルビジウム化合物の年間生産量は2から4トン、程度である。カリウムからルビジウム及びセシウムを分離するには、いくつかの方法がある。ルビジウムセシウム苗板、CS、RBAL、SO12 歩からの分別消失によって、 純粋なルビジウム明板が得らる。二つの他の方法の報告では、塩化鈴法及びフェロシアン酸塩のりの分献がある。1950年代及び60年代の数年間は、アルカーブと呼ばれるカリウム製品の副産物が、ルビジウムの主要な酸質源できた。アルカーブには21%のルビジウムとごくわずかなセシウムが含まれ、残りはカリウムである。現在ルビジウムは、 例えばカナダのマニトバ州にある炭鉱鉱山のようなセシウムの大きな生産者よってポルサイトからの副産物として生産されている。ルビジウム87同位体は半減期488億年の放射性同位体でありベータ崩壊してストロンチウム87となる。これを使って年代測定が可能であるルビジウムマイナスストロンチウム法。炭酸ルビジウム 武功原料に混ぜたガラスは丈夫で電気絶縁性に優れているため、ブラウン汎用ガラスとして用いられる。光で冷気したルビジウムは原子時計に用いられている。セシウム原子時計に比べ正確さは劣るが、小型で低価格であるため、ルビジウム原子時計は広く利用されている。通常、ルビジウムは土壌中において非常に低濃度である反面。 植物によって吸収されやすく、カリウムに似た挙動を示す。このため、トレーサーとして、基地濃度のルビジウム水溶液を土壌に注入、一定期間後に植物体を収穫し、ルビジウム濃度を測定することで、その時点における根の活性を推定できる、ルビジウムトレーサー法。また、農作物外中の生態調査における標識として、用いられた事例もある。 ルビジウム化合物は時折、花火に紫の色をつけるために用いられる。ルビジウムは、磁気流体力学の権利を応用した、熱電変換材料への使用が検討されている。高温の熱でルビジウムを、イオン化し磁場を通過させることによって、それらは電気を伝導し、発電機の電気子のように働くことで電流が発生する。ルビジウム、特に気化された RB は、 レーザー冷却や防水コールアインシュタイン凝縮の用途において最も一般的に使用される原子種の一つである。この用途における望ましい性質は関連した波長における安価な半導体レーザーがいつでも利用できる点をおよび適度な温度で十分な蒸気圧を得ることのできる点である。ルビジウムは核スピンを一定の方向に整列させた 大量の自家 HE ガスを生産する際に HE にスピン変極を与えるために用いられる。ルビジウムの蒸気はレーザーによる光、ポンピングによってスピンが変極し、それが超微細構造に影響を与えることで HE の各スピンを一定の方向に整列させる。スピンが変極化した HE は中性子変極測定やその他の用途のための変極中性子ビームを 発生させる用途に一般化されてきている。ルビジウムはセルサイト送信機や他の電子的な送信機、情報網及び試験装置における周波数の精度を保つための二次周波数標準機の主要部品であるルビジウム発信機。このルビジウム標準機は GPS においてより正確でセシウム標準機よりも安価な一次周波数標準機を 製造するためにしばしば用いられる。ルビジウム標準機はデータ通信産業のために大量生産されている。ルビジウムの他の可能性もしくは現在の用途としては、蒸気タービンにおける作動流体や真空管における残留ガスの吸着剤、光検出器の部品などがある。ルビジウムのエネルギー順位の超微細構造を利用して、原子時計の共鳴元素に用いられる。 ルビジウムはまた、特殊ガラスの成分や酸素雰囲気化での燃焼によって、生じる超過酸化物の生産、生物学における、カリウムイオンチャンネルの研究、原子磁気センサーの蒸気の発生などに用いられる。RB は現在、スピン編曲の緩和レートを小さくした状態を、利用した磁気センサー、スピンエクスチェンジリラクゼーション、フリー、セルフマグナタマターの開発において、 他のアルカリ金属類と共に使用されている。RB は用電子放射断層撮影に用いられている。ルビジウムはカリウムと非常に似ているため、カリウムを多く含んだ生体細胞は放射性ルビジウムも蓄積する。主要な用途の一つはである。76秒という非常に短い半減期のため、患者の近くで SR の崩壊によって RB を生み出す必要がある。 脳腫瘍において、血液脳関門でのルビジウムとカリウムの痴漢の血、ルビジウムは、通常の脳組織よりも脳腫瘍の部分に多く集まるため、シンチグラフィによって放射性同位元素の RB を検出することで脳腫瘍が増加することができる。ルビジウムの双極性障害や鬱病に対する影響についての試験が行われている。透析患者にはルビジウムの消耗が見られ、従って、 ルビジウムのサプリメントは憂鬱を助けるかもしれない。いくつかの試験において、ルビジウムは最高7 2 0ラムの塩カルビジウムとして与えられた。1861年にロベルト・ブンゼント・グスタフ・キルヒホフにより、ドイツのハイデルベルクにおいて、鉱石のリチア・キララから分光器を用いることで、ルビジウムは発見された。 発光スペクトルで赤色の光線を示すことから、ラテン語で暗赤色,色を表すルビダスより、ルビジウムと名付けられた。ルビジウムは、リチア・キララに少量を含まれる物質として存在する。キルヒーホフト文前は、酸化ルビジウム、棒をわずかに0.24%のみ含むリチア、キララを 150kg 処理した。カリウム及びルビジウムは、ヘキサクロリド発金。 43によって不要性の塩を与えるが、これらの塩類は、温水中で、可溶性に、わずかな差を示す。その結果、ヘキサクロリド白金4、43カリウムよりも、溶解度の低いヘキサクロリド白金酸ルビジウムが、分別消失によって得られた。水素による、ヘキサクロリド白金酸塩の還元の後、炭酸塩のアルコールに対する溶解度の差によって、ルビジウムの分離に成功した。 このプロセスによって、さらなる研究に用いるための塩カルビジウムが 51g 得られた。セシウムとルビジウムの初めての大規模な分離は、キルヒホフト分前によって 44000L のミネラルウォーターから行われ、7.3g の塩化セシウムと 9.2g の塩カルビジウムが分離された。ルビジウムは、キルヒホフト分前によって分光器が発明されてからわずか1年後、 セシウムの直後に発見された第二の元素であった。キルヒーホフト分前は、新しい元素の原子量を推定するために、このようにして得られたエンカルビジウムを用い、その結果ルビジウムの原子量は85.47で、あると見積もられた、現在一般に認められている値は85.47である。彼らは溶融させたエンカルビジウムの電気分解によって、 ルビジウムの単体を得ようとし、肉眼での観察においても顕微鏡での観察においても金属物質であるという、わずかな痕跡も示さない、青色の均一な物質を得た。彼らはそれを塩化物、RBCL であるとしたが、それはおそらく金属ルビジウムと塩化ルビジウムとのコロイド状の混合物である。金属ルビジウムを得るための2回目の実験において、 分前は、主席産ルビジウムの焼成によって、ルビジウムを介することができた。上流されたルビジウムは発火性の物質であったが、ルビジウムの密度という点を明らかにすることができた。1860年代に行われた研究の品質は、現在一般に認められている数値と比較して、密度の違いが 0.1gcm 未満であり、有点の違いも1度未満であることから、 評価されている。1908年、ルビジウムのわずかな放射能が発見されたが、1910年代に同位体元素の理論が確立する前であり、10年を超える長い半減期のために活性が低いため、その説明は困難であった。現在証明されたベータ崩壊によって安定な SR となる RB の崩壊は、1940年代後期には、 まだ議論中であった。ルビジウムは、1920年代以前にはごくわずかな産業的価値しかなかった。以降のルビジウムの最も重要な用途は、主に科学及び電子の分野における研究開発用途であった。1995年、E.A. コーネル、エリック A. コーネルと c e ワイマン、カール e ビーマンは R.B. を用いて、 ルビジウム原子の防水イコールアインシュタイン凝縮に成功した。この功績により、彼らは2001年度のノーベル物理学賞を受賞した W ・ケターレ、ボルフガング・ケタールと共同受賞。ルビジウムの定性分析には発光スペクトル分析が利用され、420から428ナノメートルに紫色の二重線の発光が観察される。また、 簡便な方法として、炎色反応による、墨で色の炎色の観察も行われる。ルビジウムの重量分析法は、カリウムやセシウムと同様の方法が利用される。代表的な方法として、ルビジウム溶液に過剰量の硫酸を加えて、蒸発勘固させ、得られた残砂に、炭酸アンモニウムを加えて、重量基地の白カネルツボで強熱することによって、硫酸ルビジウムとし、 その重量を表量することで、ルビジウム濃度が分析される。また、硫酸の代わりに濃塩酸を加えて、塩化ルビジウムとして分析することもできる。ナトリウム、またはリチウムを含んでいるものでは、ヘキサクロリド・ハッキン酸もしくは、アショウ酸・コバルチナトリウムマワカ塩素酸を加えて、ヘキサクロリド・ハッキン酸・ルビジウムもしくは、アショウ酸・コバルチルビジウム、 または火塩素酸ルビジウムの沈殿を生じさせる方法が用いられる。これらの方法はエタノールで洗浄することによってエタノールに溶解するリチウム及びナトリウムの塩を除去することができる利点があり、アショウ酸コバルチナトリウムを用いた方法は特に沢の塩類が含まれる溶液の分析に有用である。しかし、このようなルビジウムの挙動はカリウムと 類似しているためカリウムを含む資料の重量分析は困難である。古典的な手法として、ヘキサクロリド発金酸カリウムとヘキサクロリド発金酸ルビジウムのわずかな溶解度の差を利用してカリウムとルビジウムを分離する方法やカリウムとルビジウムの混合物の全量を塩化物として重量分析し、さらに硝酸銀溶液を用いて この混合塩化物中の塩素量の定量を行い、重量と塩素量の連立方程式を立てて算出する方法などがある。分析機器を用いたルビジウムの定量分析には、原子球光法、オス、または炎光分析法が最も簡便であり、それらの測定において、最も高感度な吸収波長は780.027ナノメートルである。オスにおいては、 通常は空気アセチレン炎を用いたフレーム原子球工法が用いられるがグラファイトロ原子球工法を用いることで検出限界1.6ピコグラムという高感度な分析が可能となる。ルビジウムはそのイオン化エネルギーの低さに起因してフレーム中でのイオン化が激しく分析結果に負の誤差が生じて定量値が低くなるため飼料液にイオン化抑制剤として 高濃度のカリウムやセシウム等のイオン化されやすい元素を加えて分析を行う。また、他の元素を原子球工法によって測定する際にルビジウムが共存しているとルビジウムのイオン化しやすい性質によってイオン化干渉が生じて分析結果の誤差要因となる。植物体中のルビジウム分析法の例を示す。植物体中のルビジウムは 基酸で大部分が抽出されるため、高濃度資料では塩酸抽出でも十分であるが、微量かつ全量分析の場合は、強酸分解が望ましい。なお、イオン化抑制剤としてセシウムを用いた場合は、同時にカリウムの分析も可能である。塩カルビジウムは、おそらく最も使われているルビジウム化合物である。生化学において、 細胞から DNA を取り出すのに用いられ、少量で容易に生体に取り込まれて、カリウムと置換するため、生物指としても用いられている。他の通常のルビジウム化合物としては腐食性の水酸化ルビジウム棒があり、これは光学ガラスに用いられる炭酸ルビジウム、ブコやルビジウム硫酸銅、ブソキューザ六法など、 大部分のルビジウムをベースとした化学反応の出発原料として用いられている。溶化銀、ルビジウム、ベジャイは他のどんな基地のン結晶よりも高い室温、電動率をし、白膜バッテリーなどの用途に利用されている。ルビジウムは金属ルビジウムが空気にさらされることで酸化ルビジウム棒や棒、棒などを含むいくつかの酸化物を生成し、過剰な酸素雰囲気化では、 超酸化物棒を生成する。棒のような非化学量論的な酸化物は、ア酸化物と呼ばれ、アルカリ金属元素の化合物としては珍しく、ルビジウム元素同士の共有結合を有した金属的な外観を持つ化合物である。ルビジウムは、イオン半径が大きいため、格子エネルギー効果によって、不安定なカゲイオンとも安定なイオン性ジ王を形成することができ、その代表例として、 超酸カルビジウムがある。ルビジウムは、ハロゲンと反応して、フッカルビジウム、RBF、塩カルビジウム、RBCL、シューカルビジウム、RBBR 及び、溶化、ルビジウム、B を生成する。自然に存在するルビジウムは、安定同位体である、RB、72.2%及び放射性、同位体である、RB、 27.8%の2つの同位体元素からなっている。このようなルビジウムは1ムあたりおよそ670ベクレルの固有の放射能を有しており、110カで写真フィルムを著しく観光させるのに十分な強さである。ルビジウムの同位体は24種類あり、RB と RB 以外のものは半減期が3ヶ月未満である。それらのほとんどは 非常に強い放射能があり、用途はほとんどない。RB の半減期は4.880年であり、それは13.75プラスマイナス0.110年で、ある宇宙の年齢の3倍以上である。RB はの一つである。ルビジウムは鉱石において、容易にカリウムと置換するため、地球上の至るところに存在している。そのため、ルビジウムは、 放射年代測定に広範囲で用いられている。RB は、β 粒子、β を放出して安定した SR に崩壊する。マグマの結晶文化の間、SR は、社長石に集まる傾向があり、RB は液層に残る。ゆえに、マグマ残液中の RB、SR の比率は時間とともに増加し、全身的文化によって、RB、SR 比の高い石が形成される。 この比率が最も高いものでは、10以上になるペグマタイトがある。ストロンチウムの初期量が知られているか、もしくは点火することができれば、ルビジウムとストロンチウムの濃度比及び、SR と SR の比をそれぞれ測定することで、年代を決定することができる。この方法は、その後意志が変化していない場合においてのみ、鉱石の正確な年齢を示す。自然に存在しない。 同位体の一つである RB は、半減期が25.36日である SR の電子捕獲、β 崩壊の一種によって生み出される。半減期が76秒である RB の、それ以降の崩壊は要電子放出、β 崩壊の位置によって引き起こされ、安定したクローネを生み出す。ルビジウムは、水と激しく反応するため、火災を引き起こす危険がある。 安全性と純度を確保するため、この金属は乾いた、高油中で保存され、通常は不活性雰囲気のガラス製アンプル中に封入される。ルビジウムは、高油中の少量の空気への露出でさえ、火酸化物を形成するため、金属カリウムの保管と類似した火酸化物形成の予防措置が取られる。ルビジウムはナトリウムやカリウムのように、 水に溶解している時にはプラス1かの酸化状態を取り、これは全ての生体中での状態も含む。人体は RB イオンをカリウムイオンとして処理する傾向があるため、ルビジウムは体の細胞内液、すなわち細胞の内部に蓄積する。ルビジウムイオンは特に有毒ではない。70kg の人間は、 平均 0.36g のルビジウムを含んでおり、この量を50から100倍に増加させても被験者に悪影響は見られなかった。人体における生物学的半減期は31から46日である。しかし、ルビジウムによるカリウムの部分的な痴漢は起こり得ることであり、筋組織においてカリウムの50%以上がルビジウムに痴漢された罪は死亡した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。